時は19時台になりますね。おいしょ。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。そう、この回はイヤリングをつけました。そう、それで今回の配信はですね、今回の配信はビスをちょっとこれまで発行されてきたビスを振り返ろうと思って、その号は2018年ですけど、コンとかして結構から、なんかその言葉遣いもすごい刺さるなというか、エモみたいに感じることが多くて、例えばこの表紙が小松菜奈さんで、最初に小松菜奈さんのページがあるんですけど、そこのタイトルだったり、もう自分を女の子って言わない、その下に書いてあること、めちゃくちゃいいこと書いてある。なんか自分で決断するということは女の子の卒業でもある。現実は甘くて可愛い世界ではなかったから、大人になるためには7日間の猶予が必要。唯一無二の女性小松菜奈のように儚くも強い魅力を手に入れて、え、めっちゃいい、良いって良いって思います。50巻と完了しました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。NHK のアナウンサーさんみたい。ジャケットのせいかな、すごいフォーマルな印象になるのかな、ジャケットを着ると。はい。誰が書いてるんだろうってね、誰が書いてるんだろう、後ろの方に書いてるかな、どうかな。でも小松菜奈さんすごいですよね。この世界観を表現できる、写真で表現できるっていうのは本当にモデルさん、女優さん、モデルさんとしてすごいすごいなと思って、いつも拝見させていただいてます。大人っぽくていいですね、ありがとうございます。よき。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます、見に来てくださって。ね、なんかそう、インタビューとかもびっしり書いてあって、このページ好きだな、読み応えあるし、なんかそのパーソナルな部分を知れるところが好きかな。一昨日とかも喋ってたと思うけど、はい、そうですね。あとはどんなページがあるの。あ、私が持ってるスカート、このスカート、このページ見て買おうって決めたのかな、そんな気がする。そう、モフちゃんとお揃いになってしまったスカートが載ってました。なってしまったというか、可愛いなと思って買ったら、モフちゃんも買っててお揃いだってなった。はい。あとはどこかな、ちょっとパラパラ見てみますね。あ、ポップティーンのリコちゃんっぽいですね、ありがとうございます。リコリコちゃんですね、知ってますよ、オカミちゃん見てました。なんかそう、私オオカミちゃん、オオカミくんシリーズすごく好きで、見てよく見てるんですけど、その今回の月とオオカミちゃんには騙されないやってた時に何個かいただけました。リコちゃんに似てますねって、ありがたいです、嬉しいですね、そんな可愛い子に似てるなんて言っていただけて。おしゃつめに行ってきますって、いってらっしゃい。グラスかわいい、ありがとう。あ、橋本愛さん出てるじゃないですか、いいですね、橋本愛さんも好きです。この間バースデーカードっていう映画をお家で見てて、そう、もうボロボロに泣いて、30、こういうの好きなんだよな。なんかダイエット特集ってさ、なんかすごい好きなんです私。自分がそれやってみて実際に痩せたかどうかは置いといて、
まあなんか高校生の時からすごい好きです。え、吐いたの？違います、バースデーカードでボロボロに泣いたってこと。星投げたくさんしたよってありがとう。10個連続で投げるとポイントがさらに 1.2 倍になるので、よかったらそれも試してみてねダイエットはひなたん、そう、なんか意外と思われるかもしれないですけど、私高校生の時はめちゃくちゃダイエッターでしたよ。最近もまあそのおかげもあって、その習慣もあって、なんかアイスはめちゃめちゃ食べますけど、まあ、ちょっと気をつけたりもしてます、一応ねうん、タコちゃんありがとうございます、ありがとうアイス我慢ダイエット、いやでも本当に、いや本気でここは絞、短期間で絞りたいなって時はアイスをやめるのが一番早いっていうのが分かりました。他の時はアイスを食べながらゆるくゆるくちょっと筋トレとかして絞りますそう、でもさっき見たらピスタチオ味のアイス見つけちゃって、でなんかそれを買おうと思ってずっと見てたら、なんかあ、これも欲しい、これも買っとこう、貯めておこうって思って、結局アイスだけで9個も買っちゃってて、やばくない？アイス爆買い野郎なの本当にこんばんはひなたちゃんって、こんばんは、ありがとう見に来てくれて。そう、でもピスタチオのアイスは絶対間違いないと思います。ねっつりしちゃうね。そうなのよ。まあでもここのダイエットのところに書いてある、どんなに欲しくてもお菓子は禁止。やっぱお菓子やめると痩せるよね、わかるわ。わ、めっちゃ好きな曲、好きな曲と好きな曲つながるの気持ちいい音楽話。冷凍庫の容量やばって、いや今もうパンパンなのよ、消費していかないと。そう、アイスも消費していかないとだし、あ、これあれじゃない？この号あれだ、リカちゃんとユカちゃんが乗ってる号だ、水着で、かわいい。この2人は本当にかわいいですよね、リカユカが乗ってる。そう、この号を買った時にめちゃくちゃ嬉しかったんだよね。そう、私の好きな雑誌に2人が乗ってる、しかも水着バチバチにかわいいと思って。そう、その前のページにミルルンさんとサイピーさんが載ってて、でそれ続いてリカちゃんとユカちゃん載ってる、かわいい、かわいいね、いいですね、いいですね。あれ、これさ、私めっちゃゆっくりさ見ながら喋ってるけどさ、何分だっけ、55分か、オッケーオッケーあ、たくさんハントありがとう、タコもありがとう、タコちゃん、あ、最終目星集めますね、よろしくお願いします、ありがとう、星もたくさんありがとうね。夏ってさ、やっぱさ可愛いね、夏は明るい色の服が多いので、特集とかも、趣味の内容とかもめちゃくちゃ好きです。じゃあ次見てみますか、2018年9月号、これは長濱ねるさんが表紙でしたね、かわいい。でも卒業されてしまいましたもんね、寂しいね。はい、2週50カント完了って、ありがとう。このさ、最初のページめちゃくちゃミレちゃんかわいい、似合うな、超かわいい、このベビーフェイスな感じはたまらんですわね。はい、
めちゃめちゃ可愛いです。しかもなんかこの秋に差し掛かってなんか夏と秋の間のなんか夏と秋の間の号ってすごい一気に系統がガラッと変わるじゃないですか。秋だとなんかアースカラーだったりちょっと落ち着いた色がトレンドにどうしてもなるから、そうなんか夏から秋にかけてってすごいワクワクするかも。私はそれと同じ理由で冬から春のなんか季節の変わり目とかお洋服の移り変わりとかはすごい好きです。うん、秋服かわいい。そう、全然ガラッと違うからすっごくかわいいって気持ちになります。50カウント完了、頑張ってくださいって、ありがとうございます。あ、2週50カウント終わりました、ありがとう。キャンディーだね、キャンディあ、この号、この号そうだよ、さくらさんが出てらっしゃるんですよ。めちゃめちゃ可愛い。今もめちゃめちゃ可愛いですけど、この時もめちゃめちゃ可愛い。この時も変わらず可愛いあー、会いたい、さくらさんに。うん、何こんな草原でおしゃぴくしてかわいいさくらさんかわいすぎる、やばやばっつってはい、そうだ、この号もめっちゃテンション上がった記憶ある、ね。うん、なんかこのさくらんぼ持ってるさくらさんかわいい、何やっててもかわいいこのページめちゃくちゃ好き、かわいいな、このルームウェアのさくらさんめちゃくちゃかわいいです。あ、なんか上でちょんって結んでるさくらさんがかわいいですねわ、はい、かりみが深い。え、この言葉だけで伝わってるかな、さくらさんのかわいさ。全然伝えきれてないと思う、伝えきれてないけど本当に可愛いです、ありがとうございますはい、あ、でもこのページも好きですね、森川葵さんのページなんですけど、すごいこの写真の撮り写り方というか質感、写真の質感が森川葵さんとぴったりで、すごく可愛い、素敵な写真ばっかり。衣装のスタイリングとかもめちゃくちゃ素敵、いいなこれ。なんかこの下からのアングルが結構多めなんですけど、風がブワーってなってブワーってなってて躍動感があって、天気がいいから下からのアングルで空みたいな写真が多いです。外ロケの写真ってすごく好きなんですよね、私。その光の加減とか光の入り方とかこの角度によって全然変わってくるから、そう、外ロケの写真見るの好きです。グラビアとかもそう、自分がグラビアしてても外ロケありますって言われるとめっちゃ嬉しい、そう、ワクワクします。あ、青木さん、青木さんがいらっしゃる、ありがとうございます、今日も来ていただいてありがとうございます。空とかいいよねって、うーん、空とか写っててなんか写真の質感が淡かったりとかすると逆にあ、エモい、その衣装とかのマッチングとかがすごく素敵だなって思いますね。自然光がいいの見えて、うん、自然光の写真好きですね。でもなんかこのリスのファッションページのこのレイアウトの感じとかもすごく好きで、そう、なんかね、並べ方とか本当本当の使い方、文字の並べ方がもうすら好きそれすらも好きはい、イヤリングの服も可愛いってありがとうございます。これ300円なの。あ、ページの解説いいですね。いや、でも全然解説になってないんですよ。そう、私がただ好き、ここがここのこれがこう好きみたいなのをただただ喋ってしまってるので、伝わってるかどうかはちょっとわかんないんですけど、
好きが溢れてしている。そうなの。ただただの好きでしかないんですよね。これゴリゴリの好きみたいな。はい。そうなんです。あ、この後48のグループのメンバーさんいっぱい出てますよ。ミルさん、サイピーさん。お顔めちゃくちゃ可愛い方多いので、しかもこのページに出てらっしゃる方みんなお顔がお強いお強いでいらっしゃるなので、なんかグラビアだと結構そのページの企画とかによって大人っぽいものだったりとか、そんなにあの女の子っぽさ、ブリブリフリルとかがついてるものがあんまり少ないなーと思うので、こういうリスとかファッション誌だと女の子向けって言えばいいのかな、なんだろう、ファッションに近いような水着が多いので、そういうのも合わさって新しく可愛いって思う。この号はまだあれなんですよね、ミリニャあのレギュラーモデルではないのかな、この時は確かまだだったような気がする。ミーニャ可愛いよね。うん、帰りたくない、帰りたくない人です。そうですそうですそうなんですよ、とっても素敵な女の子なんですよ。一緒にラジオのお仕事してたんですけど、うん、可愛いです。あ、この平成最後の夏っていうページが私めちゃくちゃ好きです。この号、この号の平成最後の夏っていう特集があるんですけど、ここの写真いらっしゃいます。あと月足あまねちゃんも出てる、かわいい。なんかいつものなんだアイドルのお仕事だとすごいとはまた違う撮り方だったりとかするから、なんかこういう違うところ違う映り方を見れると、私48グループのメンバーさんより好きになる。うーん、2人とも卒業しちゃったって。そうですね、寂しい。月足あまねちゃん、あのあきちゃんと同期なので、そうあきちゃんに会いに行くと いらっしゃること多くてお話ししてました。あ、りかちゃん、やっほー。カット好きだよってリカちゃんに話しかけて、リカちゃんかわいいよって。あ、父出してるやつな。そうね、モリモリ。でもなんか最初のさ、あの1ページで2人の水着ボンって出てるところ、リカちゃんさ背中じゃん、背中からのラインめっちゃかわいいめっちゃ可愛いってモニ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 マンですはい、リカちゃん消しありがとうございます。お、この悪夢50カウント星投げ三振 OK ですよって、ありがとう。リカちゃんの背中が好きってこと、めちゃくちゃ綺麗やった、評論家にもなれるんじゃない、なれるかもしれない、なれるかもしれないって言って、そう、女の子のグラビア見るのがあの中学の時からすごい好きで、そうそうなんですよはい、ということで今日の思い出すいいわ、うーん、いいわって。しかもなんか当時若かったな、私もきっと2018年でしょ、19歳になる前、18歳か、やばはい、うんうんうん、あ、おとちゃん、おとちゃんが話してくれてたの、嬉しい。おとちゃんにも会いたいな。そう、4ドル50セントの劇団4ドル50セントの阿部おとちゃん、なんかいろんなところで頑張ってる、あのヤンヤンガールズの話ね。そう、ヤンヤンガールズで一緒だった子たちはいろんなところで頑張ってるから刺激になりますね。お、やっと参照できるようになったって、ありがとう、あ
ありがとう、バッチリですね。大人になったって、大人になった11期生の絆がねえ、そう、ヤンヤンガールズ11期生みんないい人たちばっかりで、あの中でやれてほんとよかったな。うん、ハルタンの話知ってたから755で伝えたら喜んでたよって、嬉しい、ハルタン先生に。そう、なんか髪の毛の色、前の枠で髪の毛の色ね、染めるのは 何色がいいですかみたいな話をした時に、ハルタン先生みたいなっていう紹介をさせてもらって、なので今日は次の枠で、そう、村上茶を飲みながら村上茶のアイスを食べてお話ししたいなと思ってます。なので皆さんよかったら、今参集してくださった方は2週プラスカウントの準備をしつつ楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。走れペンギンいいね、好きなの。走れペンギン NCT でもやったし、あとフレッシュコンサートでもやったし、はい、うん、パルルが可愛かった。走れペンギンですね、パルルさん大好きです。いい曲だよね、走れペンギン好きです。あ、村上茶用意しますねって持ってるの。じゃあ一緒に飲みましょうね、飲みながらお茶用意して、村上茶じゃなくても皆さん、あの緑茶は風邪とかウイルス対策にめちゃめちゃいいんですよ。これは小学生の時に総合の時間に調べたから間違いないはい、みおりんが好きでした。あ、みおりんさん、みおりんさん、あのこの今日見たリスの2冊の中に出てましたよ、みおりんさんも。うんうん、ソルティーライチ用意した。ソルティーライチお茶じゃないのよ